初鹿明弘は、日本の政治家。一般社団法人地域福祉推進機構代表理事。東京都議会議員、衆議院議員、民進党青年局長等を務めた。東京都江戸川区平井生まれ。江戸川区立小松川第二小学校、江戸川区立小松川第二中学校、東京都立両国高等学校を経て、1994年に、 東京大学法学部卒業。大学卒業後、愛沢一郎衆議院議員の秘書を務める。1997年、東京都議会議員選挙に、旧民主党公認で立候補したが、時点で落選した。その後は、旧民主党所属の鳩山幸夫の秘書を務める。2001年、東京都議会議員選挙に、民主党公認で、江戸川区選挙区から立候補し、 初当選した。以後、2009年まで都議を2期務める。都議在任中は、都議会公営企業委員会委員長、都議会民主党幹事長代行党を務めた。2009年、第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で東京16区から立候補し、自由民主党の島村義信を破って初当選した。2011年12月、 衆議院本会議で行われた第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議案の採決において党の方針に反し、規律採決で規律せず反対した。2012年の消費増税をめぐる政局では6月26日の衆議院本会議で行われた。 消費増税法案の採決で党の賛成方針に反して反対票を投じた。民主党は7月3日の常任幹事会で党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定し7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月6日、消費増税法案に反対した当然1回の議員による勉強会。 真の一体改革を実現する一期生の会を結成した。2012年8月10日、真実の会は消費増税法案の成立を受けて国会内で記者会見を行い民主党代表選で現職の野田義彦に対抗する独自候補の擁立に乗り出す意向を明らかにした。また消費増税法案の成立について声明文を発表した。 同年11月16日、民主党に離党届を提出した。離党届を提出する際、議事堂の幹事長室の扉の前で、田中美恵子衆議院議員が、初鹿の行く手を塞ぎ、潤んだ目で離党を思いとどまる、よう移住する様子が、テレビの報道番組等で繰り返し報じられた。11月19日、記者会見を開いて、緑の風への入党を明らかにし、 11月21日、初鹿を含む離党届を提出した議員13人が民主党を除席された。11月29日、緑の風の谷岡育子代表は民主党を離党して党党に入党した初鹿、山崎誠、福田恵理子の3人を日本未来の党に合流させて同党から第46回衆議院議員総選挙に擁立し、 当選後に復党させる方針を示した。第46回衆議院議員総選挙に日本未来の投稿人で東京16区から立候補したが、得票数は自民党新人の大西秀夫、日本維新の改善職の中津川白鏡、みんなの党新人の上田玲子の後人を廃止、前回総選挙の得票を大きく下回る27,525票しか獲得できず、4位で落選した。 落選後は、緑の風に吹く党。一般社団法人地域福祉推進機構を設立し、代表理事に就任。2014年2月から4月にかけ、障害者福祉施設3事業所を開設した。2014年11月、第47回衆議院議員総選挙において、維新の党から東京16区で公認を受けた。初鹿は2012年の、 第46回衆議院議員総選挙では、配布した選挙ビラ等で維新の党の前進政党の一つである日本維新の会について民主、自民と同じ新自由主義、外交面では高派、第三極とはまやかしなどと批判していた。また落選中も再三、リベラル勢力の結集を唱えていた。このような主張を転校して維新の党への入党した理由について、 初鹿は確かに全ての政策で一致しているとは言えません。しかし、私が民主党を離党するきっかけとなり、その後も一貫して主張してきた消費増税や脱原発に対するスタンスでは、一致していますし、何よりも新しい党なので、個々の政策についてはこれから考えていくことになるので、福祉や社会保障、雇用、貧困問題、子育て支援などの私の得意な分野では、 私の考えで政策を引っ張り、リベラル色を出していくことが可能だと感じていますと、釈明した。第47回衆議院議員総選挙では、民主党トレンの推薦も受けて、東京16区から出馬したが、再び自民党前職の大西秀夫に敗北。超副立候補していた比例東京ブロックで復活し、2年ぶりに国政に復帰した。当選後、維新の党への入党や、 自身の当選について、ツイッターで、たくさんのお祝いツイートやメッセージをいただいていますが、公選法上ご礼ができないのでご容赦ください。皆さんの期待に応える仕事をしてご恩返しをしたいと思います。維新の党に入ったことに対するご批判もいただきましたが、無所属や他の野党では当選できなかったので、結果オーライと思ってくださいと釈明した。 維新の党では、日本共産党や社会民主党、生活の党と山本太郎と仲間たちとの連携による野党共闘を重視し、共産党が反対した大阪都構想を推進してきた大阪維新の会計の議員と対立した。2016年3月27日、維新の党が民主党に合併して決闘した民進党に参加した。決闘後、 民進党青年局長を務めていたが、2016年12月21日、週刊誌に女性問題を報じられ、青年局長を辞任した。2017年9月28日の民進党、両院議員総会で、希望の党への事実上の合流方針が了承された、あと10月1日に憲法違反の安全保障関連法を、 白紙撤回させるという主張ができない政党では、戦えないとして、希望の党への不参加を表明し、2日後に行われた、立憲民主党の立ち上げに際して、決闘メンバーとして、名を連ねた。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙において、立憲民主党公認で、東京16区にから立候補し、大西に再び敗れたが、 重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、参戦。当選後、週刊誌に女性問題を報じられ、6ヶ月の役職停止処分を受けた。2019年12月10日に、警視庁は、同案件で初鹿を書類送検し、初鹿は20日に、立憲民主党に離党届を提出し、24日に受理され無所属となった。 2020年1月16日に立憲民主党などによる野党統一会派を大会。10月20日、議員辞職の意向が報じられ、同月22日に衆議院へ辞職願いを提出。26日の本会議で辞職が許可された。2020年12月21日、新小岩ルミエール商店街に韓国コスメと韓国食材の店、ネ、ね、スタイルをオープン。 永住外国人への地方選挙権付与に賛成しており、2009年11月26日に開催された在日本大官民国青年会や在日本大官民国民団が主催する永住外国人の地方賛成権法案の早期立法化を求める11.26緊急院内集会に参加した際、論点は尽くされたと考えている。 いつ政治が決断を下すかにあると発言して、永住外国人に地方選挙権を付与するための法案を早期に成立させる決意を表明した。この集会には、初鹿のほか、末松義則、小川俊夫、渡辺光一郎、手塚仁志優、白新君、近藤正道、魚住雄一郎、真ニ洋陽子、河西良の衆参両議員が参加した。 維新の党に所属していた2015年6月27日、渋谷駅前で市民団体が開催した平和安全法制に反対するイベントに参加して、日本共産党の C ・カ和夫委員長や民主党の菅直人元首相らと手をつなぎ、外頭宣伝車場に並んで賛同の意思を示した。共産党 C 委員長と菅直人元首相と外宣車場で手を3人で、 つないでいる写真が新聞赤旗に掲載され、大阪都構想をめぐり、日本共産党と対立してきた維新の党内の大阪府の選挙区選出の議員を中心に批判を受けた。共産党と維新の党が同じ政策だと有権者に誤解を招くとして、批判された初鹿は、党副幹事長などの役職を辞任する意向を伝え、執行部に了承された9月17日の 国会議事堂前反対行動では、これが原因で党内のすべての役職を下ろされましたと主張した。ありがとうございます。